非常に書きやすいです。はい、皆さんこんにちは。今日は Apple Pencil 第一世代につける部品を買いました。まずこちら、エレコムのペンクリップメタルシルバー。続いて同じくエレコム細軸タイプスリムグリップパワーホールドタイプクリア、滑り止めですね。ではこちらの滑り止めから開けていきましょう。説明書きはこんな感じです。思ったよりもサラサラしてますね。グイグイっと押し込んでいきます。はい、こんな感じです。うん、持ちやすいですね。そんな簡単にはずれそうにないです。太さについてですが、一般的なシャープペンよりも少しだけ太いような感じです。このよくある蛍光ペンと似たような太さに感じましたね。次はクリップを開けていきます。はい、こちらもグイグイっと押し込んでいきます。シルバーのロゴ部分を通過するのに少し力がいります。このように自分の好きな位置に調節します。私は iPad に挿して充電するので、このように干渉しない位置に落ち着きました。第一世代はね、転がってしまうので、このようにクリップがあると大変便利です。クリップとして普通に使えます。いいですね。ただね、グリグリすると少しずつずれてくるので、気づいたらその都度元の位置に戻す作業が必要です。重心はちょうど中央あたりになりました。うん、いいでしょう。では実際に変えてみましょう。非常に書きやすいです。この滑り止めはきっちり固定されるだけでなく、結構触り心地もいいのでお気に入りです。自然な感じで書きますね。はい、いかがだったでしょうか。Apple Pencil 第一世代は丸くて使いづらいという人もいると思うので、ぜひこちらの動画参考にしてみてください。それではまた。